オレグ・ボイコは、ウクライナハルキウ出身の男性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピックアイスダンスウクライナ代表。パートナーは、ユリア・ゴロビナ、ナタリー・ボスなど。ハルキウに生まれ、4歳の時にスケートを始めた。11歳の時にアイスダンス選手となりクリスチーナ、コバラゼとカップルを結成。1996から1997年シーズンの世界ジュニア選手権に初出場し15位。翌1997から1998年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦し、JGP ウクライナ記念、JGP チェコスケートで優勝、JGP ファイナルで3位、1999年、世界ジュニア選手権では4位入賞となるなど頭角を現したが、1999から2000年シーズン終了後に解散。新たにユリア・ゴロビナとカップルを結成した。2001から2002年シーズン ISU ジュニアグランプリの JGP チェコスケートで優勝、シニアクラスのオンドレ・ネペラメモリアルでも優勝を果たす。ウクライナ選手権では2位となり、ソルトレークシティオリンピックウクライナ代表に選出された。ソルトレークシティオリンピックでは21位に終わる。翌2002から2003年シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦し、世界選手権にも出場。2005年冬季ユニバーシアード競技大会では2位となったものの、世界選手権での最高位は21位に止まった。2度目のオリンピックとなった2006年、トリノオリンピックでは23位に終わる。シーズン直後にユリア・ゴロビナとのカップルを解散、ナタリー・ボスとカップルを新たに結成して、アメリカで活動を始めた。ウクライナ語ラテン本字、オレグ・ボイコ。ありがとうございます。